お父さんライオンはなんか奥の方に入ってるんだよ。檻の中に入れられた。向こうの方に。見てごらん。ごろんごろんとしてます。あら、うん、一人のライオンは気に入る、うん、一番小さいのが一匹だよね。 ね、メスみたいな。あれ少し大きかった。そうそう、一番小さいのが一匹。大きいの、大きいのが一匹と小さいの。これ小さいのが三匹のうちの。この子が怒るみたい。噛んでる。あ、そうだ、やっぱじゃれ合いよ。一番小さい鼻だからなんか立てられる。かわいいね。でかい、あれパパ。ほら、上に登った。お、すごいね。入れなくない？どうしようかなってしよるね。自分で目で見て測ってじゃない。お、あれ、赤ちゃんライン。絶対いいです。こっち来て来てみよう。あ、怒られた。お母さんに怒られた。お母さんに。お母さんに怒られたね。面白い。ちょっと一緒だよ。お母さんに怒られた。面白い。静かにせえって。声では怒られた。後ろ下がるからよ。うん、満足した？すげえ。後ろ下がろうから。面白い。あとだけ前に来てとくまで。上手にクリアできる。子供。一番いい時間に来たね。これだよ。もう。うん、ほら。もうびっくりした。すごいね。おにごっこしてるのかな。おにごっこしてる。かわいい。すごいね。ほら、レオ、行こうか。行くよ。だよ、バイバイ。赤ちゃんは大きいよ、ゆっくり。バイバイ。赤ちゃん。わかった。見える？赤ちゃんの割に大きいよ。俺？うん。なんで俺？やだ。ここの。
髪もだいぶ出てきた。見るよ、これ。この。なら、あっち行っとっていいよ。お子ちゃんも。後から追いかけるけ。あ、暑い。中にいるよ。中のどこ？あんた猿に怒られて赤ちゃんさん。なんでお母さんだけ？ね、どうやってライオンから。なんでお母さん？なんで中にいる？あんなお母さんとじゃれ合ってるんだ。なんでお父さんが中にいる？こっちに来て。あ、何だよ。あら、行っちゃった。あ、ごめん。あ、こけた。ママ。こっち来て。どうした？ちょっと待って。ママ、ママ。もうびっくりした。赤ちゃん。生まれたところ、この子犬、あれ